どうも竹野コーチです。さあ今週もやっていきたいんですけども、このマスクですね、はい、これですね、長屋プリントさんから提供いただきまして、今回試作品で作っていただきました。可愛いですよね、スイッチのマスクね、洗って使えるマスクになってます。で、長屋プリントさんはですね、クラウドファンディングの幕開けで今マスクを販売していて、今回スイッチでデザインしてもらってますけども、あの皆さん気になる方はですね、そのページ行ってもらえると好きなデザインでマスクが作れますので、ぜひ応援購入っていうところがありますので、長屋プリント幕開けのページでですね、長屋プリントで検索していただければ購入いただけるということで、ぜひあの見てみてください。よろしくお願いします。でこのマスクつけてね、先週エベッササマーフェスティバルという大会に、エベッサ主催の大会に出してもらって、みんな10枚ぐらいあのいただいたので、生徒のみんな、選手のみんなにつけてもらってみんなで写真撮ったりしてます。でこの模様もね、あの SNS、Instagram、Facebook かで上げたりしてますので、気になる方はぜひ見てみてください。めちゃめちゃ可愛らしいんで、はい、でですね、あとこの T シャツ、また新しい T シャツができました。ありがとうございます。 3×3 の大会を行いましたので、その記念 T シャツになります。今年度はね、ヨシキコーチがデザインしてくれたりと、スイッチカタカナのむちゃかっこいい T シャツができたりとまたね、 3×3 の T シャツできたりと、グッズが増えて僕もねすごい嬉しいです。もう楽しいです今年度は。はい、で今週も早速やっていきましょう。今週のまとめ、94ミスディレクション4、95シザーステップ1、シザーステップ96、シザーステップ2、フロントチェンジが出てきました。まずやっていきましょう。ミスディレクション4、この4はですね、今回バックチェンジになります。3はドリブルチェンジがレッグスルー、4は今回バックチェンジということで、感覚がすごく重要になってきますよね。バックチェンジ自体がもう目が届かないところでほぼほぼね、体の後ろでドリブルチェンジするんで、感覚がすごく重要になってきます。で感覚が重要になってくるっていうことは、普段からのハンドリング練習がいかほどできているのかっていうところが問われるこの瞬間になるので、皆さんたくさんバックチェンジもレッグスルーも練習しておくようにしてください。あって損は一切ないですね。使う使わない、判断は皆さんですけども、練習しておいて損は一切ないです。変なこだわり持ってる人は絶対練習してくださいね。でバックチェンジもね、普段練習で使う人もめっちゃそんな100回も200回も使うかって言ったらそうじゃないと思うんですよ。でふとしたタイミングで使ったりとかぐらいだとは思うんですけど、そのふとしたタイミングっていうのが結構重要なんですよね。ルーズボールとかそんな100回もないじゃないですか。10回あるかないかじゃないですか。ルーズボール飛び込んで地面にガーッと滑って取りに行くような、ガーッと絡み合うようなタイミングなんてそんなない。だけどそのルーズボールになる、飛び込まなきゃっていうイメージするできる反応の速さがある人っていうのは、普段からそれをイメージしてるし、練習でもやっている人だと思うんですよね。バックチェンジも一緒です。もうすごく単純な話で、まあ、時間がある時でいいので、もう触る程度でやるようにしてください。まあ、絶対皆さんのためになると思いますのでお願いします。でミスディレクションに関してはですね、重心がすごくやっぱり重要です。なのでバックチェンジをして、こう重心移動一発ポンと入れて、ディフェンスがずれたタイミングで飛ぶんですけども、この重心移動と、もう一個はテンポですね。スピード感というか、ポポンっていうぐらいのリズムでやるようにしてください。ディフェンスからすると、動き始めた、ついていかなきゃっていう、ちょっと動き始めた時にはもうこうカウンターで抜けるようなイメージを持ってですね、練習ができるようにするといいかなと思うんで、動いたと思ったらすぐキックしてこう感じです。なんだろう、難しいな、伝えるのな。そうこんな感じなんですよ。もうクキュッというような、もう早く動くという感じなんで、すいませんね、もう語彙力なくて、もう伝えたいだけど伝わらない、伝えられないのかな、伝わってると信じたい、いう感じです。わからない人はですね、DM とかですね、コメント欄に書いてもらえれば、できるだけ僕も伝えたいと思うので、ぜひ聞いてください。もう気軽に聞いてください、お願いします。そしてシザーステップですね、これがね、もう僕の中ですごい難しいですね。ここまでは、今までやったこの94の動画まではなんとなくね、僕の中では結構中級者レベルかなというところなんですよ。だけどここに入ってくると、ちょっとね、体のシザーステップね、なんかちょっと急にボンと上がったなっていう感覚はします。で今の若い人たちがどんぐらいのレベルで感じてるのかちょっと分かんないね。もう感覚、世代にもよります
僕の世代は古いんで難しく感じました。でシザーステップっていうのはですね、本来ディフェンスをずらすっていうのに、自分が動かないと、重心を移動しないとディフェンスよいしょって動かせないっていう認識でいたんですけども、これは違いますよ。皆さん動画見てもらってるんで分かると思いますけども、ここに立ちながら足をキュキュッと動かすだけでディフェンスがプイッと勝手に避けるという素晴らしい技になっております。なのでこれ省エネなんですよ。体力も消耗しないですね。こう動いて、わざわざこう動いてとかやらなくていいスキルになるので、めっちゃかっこいいしスタイリッシュですね。あとシザーはハサミという意味なので、このハサミのように足をキュキュッと動かしてディフェンスをずらす、抜く、以上ということです。ポイントはですね、僕の感覚ですよ、右に抜こうとする場合、左足を僕の場合だったら上げて、右足、そして左足がちょっと高いところにあって上がってます。でこう重心が倒れて足がつきそうになるところで、地面につかない、左足ね、つきそうになるところで引いてキュッていくような感じです。こう重心が倒れていって左足つきそうになると、キュッと足を入れ替える、このシザーステップをやると意外とイメージがしやすいのかなと思います。動画でもねスローモーションでやってますし、まあ、早いテンポで感覚をリズム感を見てもらえるとか、スローモーションでじっくり途中で一時停止したり巻き戻したり、この動きどうなってる、重心この辺かな、この辺かなっていう風に自分で考えてできるように動画を作ってますんで、ぜひ何回も何回もわからない人はね見てやってください。僕が小さい頃とか中学生高校生でもこういうスキルはできないことをできる人がいればゆっくりやってもらったりとか、めっちゃやってました。で僕結構研究派なんでそういうのやってたんですけど、できる人はねパッてこの動画見てすぐできたりすると思うんですけど、僕みたいにできない人もうたくさんいると思うんですよ。のために動画作ってますんで、できない人ぜひ何回も何回も繰り返し見てやってください。はい、そしてその次、これでフロントチェンジ、ディフェンスがずれたところをキュッとその合間を縫っていくというスキルになってます。フロントチェンジしてあっちの方行くのもまあいいんですけど、できればディフェンスをずれた分そこにまっすぐギリギリのところ抜けるようにしてあげると、すごい鋭いドライブができるかなと思います。今週はこのスキルになります。そして、先週もやりましたけど、今週もお伝えしたい情報ありますんで、先週先々週 3x3 クラスですね、スイッチコート千春コーチの担当している 3x3 クラスキャンペーンが終了しました。たくさん、ご参加いただきましたんでありがとうございました。はい、練習と同じぐらい実践試合も行ってほしい普段から思ってるんですよ。でみんなにも伝えたい部分ではあるので、どうしてもね試合って数が少なかったりするから、こういうところでたくさんねゲームの中での練習をやっていく、足りないスキルとか足りない能力は自分の練習で補っていく、このバランス感覚がすごく重要なので、練習が多すぎてもいけないと思います。やっぱり試合のために練習するんで、練習のための練習をするんじゃないので、ここを勘違いしないように気をつけてください。ここ陥りやすいんですよ。結構日本人は特に真面目なんでね、練習バーってやっても試合でなかなかそれが出せないことっていうのはすごい多いですから、慣れてないだけです。安心してください。たくさん試合したら絶対できます。試合のために練習するようにしましょうね。でまあおすすめなんで、今後もですね気になる方はスポットとかもちろん通っていただくこととか、ぜひ参加してみてください。で普段のスクールでもね1時間ほど練習して残り1時間ほどゲームしてっていうのをやっていて、ゲームをすごく大切にしているので、あのうちはスクールはですね、なのでゲームその中でもできるんですけど、やっぱり休憩時間とかあったりするので、ここだともう丸々その全体の時間をゲームだけでできる、少人数でできるし、クオリティ高い練習ができるんじゃないかなと特に思います。はい、そしてあの振り替えに関してお知らせです。スクールのですね、これまで休んでいただいた分の振り替えっていうのは、生徒がですね怪我とか病気とか、まあその他なんか事情があって今日お休みしますっていう時に、あじゃあ次違う日に振り替えてください、今年度中に期限はありますけども振り返ってくださいというふうにやっています。そしてこちら側、スクール側の急なレッスン休校ですね、会場が、突然使えなくなった、まあ、なんか災害があったりとかですね、でできなくなりましたとか、まあ、そういったことも稀にありますね。そういう時は振り返できますというふうに言ってまして、あとは祝日は休校になってます、レッスンがないので、それを振り返はやってませんでしたこれまで。ここが新しく追加された部分で、振り替え祝日分もできます。
できるように今年度はしましたんで、お盆休みの分も振り替えでどこかで使うようにぜひしてください。なので月4回のレッスンが確保できます。はい、よろしくお願いしますということですね。そして、今週8月22日土曜日ですね、吉木コーチの SS クラス限定のレッスンを行ってます。この前の時間もシュートレッスンやってるんですけども、そこはちょっと枠が埋まっちゃったのです。ここぜひ参加したい方は来てください。はい、吉木コーチがプロの、ね、選手とかに、レッスンしているんですけども、そのレッスンメニューをそのままやってくれるということで、大変興味ある、価値ある時間になるかなと思うので、ぜひ参加してください。でこの後の時間に裏レッスンって書いてますけども、僕が茨城市で不定期にやっています。来たことある人はね、もう同じ場所同じ時間にやってますんで、初めての方はですね、ぜひ問い合わせしてください。場所等お知らせします。内容はですね、基本的な練習、ドリブル練習、ちょっとハンドリングして、ちょっとシュートの練習したらもうあとゲームです本当にワイワイやってるだけ、もう遊んでる感覚でやってますん で保護者の方とか、まあ、子供から大人までこう受け入れてますんで、みんなで楽しくバスケットに触れようっていう風なスキルレッスンというかクリーンというかになってますんで、興味ある人はぜひエクササイズと思って来てください。はい、そして翌日8月23日はですね、コソベ防災公園サブアリーナ2階の一面のことですね。そこで1時半から僕竹尾コーチがですね、速攻攻略せよ、このスキルレッスンを行います。小学生対象にやるんですけども、速攻の練習ですね。速攻ってまあ小学生言ったらもうバーって速く走るやつでしょみたいな、そういうイメージかもしれないですけど、いろんなね隠れたルールがあって、とにかく走りゃいいっていうもんでもないんですよ。ちゃんと走るルートがあって、コースがあって、走るタイミングがあってとかね、いろいろあるんで、その辺を紹介できればなと思ってますんで、いいアドバイスになると思います。でね、いきなりこれ難しいと思うんですよ。まあ簡単なようで難しいので、できなくても全然良くて、で中学校とか高校で学ぶものなんで、ね、それ前に1回でも触れておくと、自分がその年代になった時に、あ、これスイッチでやったことあるなみたいな感じになると、みんなより早く習得できるものになっていくと思いますんでね、今のうちに触れておくことが大事かと思います。はい、ちょっと難しいことも教えますので、多分教わったことないと思います。はい、あとはピックアップゲームですね。その後の時間に集まったメンバーでチームを組んで5対5のゲームをやりましょうということで、この辺もね、枠はちょっと埋まってきているので、興味ある方はぜひ早めに予約してください。よろしくお願いします。ね、いろいろありますね、今月はイベントが目白押しということで。はい、で来週もまた、シザーステップ3、4レッグスルーとバックチェーンと新しい動画やっていきますので、頑張っていきましょう。でオンタイムでね、ちょっとスキルはね、皆さんにも覚えていってもらいたいので、ぜひ今週中にここまでの技を覚えておいてもらって、来週新しく一緒に学んでいけたらなと思いますので、ぜひついてきてください。先に行ってる人すいませんね、お待たせして、ほとんどなかなかいないと思うんでね、一緒にやっていきましょう。はい、それでスキルレッスンの動画も100本に近づいてきました。ついに100本いったらですね、もう勝手に思ったんですけども、プレゼント企画やりましょう。なんかスイッチのグッズを皆さんプレゼントします。いいね、グッドボタンですね、チャンネル登録もご協力よろしくお願いします。またコメントの方もですね、ぜひ気軽にやってください。吉木コーチのラップがいいか歌がいいか、どっちかコメントくださいね。いや、ということで今週もこれで終わりたいと思います。以上ですね。はい、それでは来週もまたやっていきましょう。よろしくお願いします。はい、それで本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。